ケンジントンオリンピア駅に侵入する列車ウェスト、ロンドン線に新たに建設された、シェパーズ・ブッシュ駅ウェストロンドン線は、ロンドンの西部を南北に結ぶ、鉄道路線である。ネットワークレールが、路線の保有、維持管理を行い、ロンドンオーバーグラウンドとコビア・テムズリンクレールウェイが、旅客列車を運行している。ロンドン北西のウィルズデン・ジャイクション駅と、 ロンドン南東のクラパムジャンクション駅との間を南北にほぼまっすぐ結ぶ路線である。歴史的には中間のケンジントンオリンピア駅付近を境に北側がウェストロンドンジョイント鉄道、南側がウェストロンドンエクステンションジョイント鉄道として建設された。1845年の条例はグレートウェスタン鉄道とロンドンバーミンガム鉄道が ウェストロンドン線の共同リースで始めることを認可した。この路線は第3機上の直流750ボルトで南端からノースポール国際車両基地まで電化されており、そこでは河川の交流2万5000ボルトに変化する。この事業は英仏海峡トンネルのインフラ改良の一環として整備された。この路線は1840年に最初アトモスフェリックレールウェイとして、 ワームウッドスクラブズとシェーパーズ、ブッシュ駅との間で開業した。その後、特に貨物列車のために、ロンドン中心部を迂回する路線として、通常の鉄道に転換された。路線はまず北側のウェイストロンドンジョイント鉄道が、ケンジントンオリンピア駅まで完成し、その後1860年代初頭に、同駅からクラパムジャイクション駅まで、 ウェストロンドンエクステンションジョイント鉄道が建設された。公式の History of the Great Western Railway によれば、ウェストロンドン鉄道は当初は、バーミンガム、ブリストルテームズジャンクションレールウェイと呼ばれ、1836年にケンジントン運河の流域に、グレートウェスタン鉄道が申請したルートに交差する、ロンドンバーミンガム鉄道から走るように認可された。 1845年の条例は、グレートウェスタン鉄道とロンドンバーミンガム鉄道が、ウェストロンドン線の共同リースで始めることを認可した。1915年、路線の北部のウィルズデンジャンクション駅から、ケンジントンオリンピア駅までは、LNWR により電化されたが、第二次世界大戦の空襲の被害のために、中断された。1940年、 第二次世界大戦が開始されると、ウェストロンドン線のいくつもの駅が、ドイツ軍による空襲の被害を受けたため、路線の旅客営業は1940年9月20日に中止された。1999年6月1日、ネットワークレールが設備を整備し、旅客営業が再開された。2007年11月、新たにロンドンオーバーグラウンドの運行する列車が走るようになった。 また、同月には、バージンクロスカントリーが営業を終了し、同社が運行していた列車は、クロスカントリーに引き継がれた。クロスカントリーは、毎日2回、ブライトンからレディングとケンジントンオリンピアを経由して、バーミンガムニューストリート駅まで運行していたが、2008年12月に廃止された。ロンドンオーバーグラウンドは、月曜日から土曜日に1時間に4本運行しており、 また30分ごとにウィルズレンジャイクション駅とクラパムジャンクション駅の間で普通列車を運行している。なお、最近のダイヤ改正により、ラッシュ時に一部のロンドンオーバーグラウンドの列車がノースロンドン線に直通するようになった。また、日曜日はクラパムジャンクション駅、ウィルズレンジャンクション駅間しか運行しない。また、ゴビアテムズリンクレールウェイが、 サザンブランドで1時間ごとにイーストクロイドンからミルトンキーンズセントラル駅まで快速列車を運行しており、この列車がウェストロンドン線を走行する。また、この路線は貨物列車の運行本数が多い。2007年11月まではユーロスターの回送列車がウォータールー駅とノースポール国際車両基地につながるノースポールジャンクションとの間を走行していた。 路線の詳細を北から南の順に記すと以下のようになる。判例、ありがとうございます。